江口の戦い。江口の戦いは、天文18年、1549年6月12日から6月24日に、かけて、摂津江口城、現在の大阪府大阪市東淀川区において、三好長慶軍と同族の三好正長、総参が衝突した戦である。江口合戦とも呼ばれる。三好長慶は、細川春元の政権下で太平寺の戦い。 シャリジの戦いなど先行を積み重ね、三好氏の総帥としての地位を着実に固めてゆくに、連れて、春元に深く信頼される一族の長老、三好正長の存在は、長兄にとって無視できなくなってきた。天文十七年、1548年5月6日に、摂津国人、池田信正、正長の娘婿が春元の屋敷で切腹させられた一件も、正長の残言が疑われ、 意地で正永の外孫でもある長政が後を継いだことは、春元の介入に対する他の摂津黒人の反発を招いた。天文十七年八月十二日、長慶は、春元の近所、大元介、平井単語神などに対して、三好正永、正勝不死の中殺を願い出た。一族の統率を乱す不届き者を除くというのが、表向きの理由だった。しかし、この、 長兄の申し出は春元には、聞き入れられず、前日の十一日に信政の居城だった池田城で、内紛が起こり、家臣団が正長派を城から追放して、長兄に合力を誓ったため自体は、一触即発となった。そこで、長兄は、春元に敵対する、細川宇実綱の陣営に転属。学府である河内四五代、湯座長京羅に出兵を求めつつ、自身も、 軍事行動を開始した。これに対して、大江の六角貞より、春本の学府は、この行動を、謀反とする一方で、春本は、泉守護、細川元常、岸和田兵部、大輔、キ伊の根頃修羅に出兵を求めた。長慶には宇治つ長京を中心に、泉の松浦沖信、丹波守護大、内藤国貞、山和の筒井淳章、 池田長政をはじめ、摂津国人の多くが味方についた。春本、正長には、茨城長高、伊丹近沖など、少数の摂津国人と、六角貞よりら周辺の大名が与同した。長慶は10月28日に、摂津小清水城を出発、正長の拠点である、河内17箇所へ進軍し、17箇所の拠点で、正勝が籠城する摂津軍の江波城を包囲。 そのまま越年して、翌年の天文十八年、1549年2月18日に、堺で長京と会談して、協力を取り付け、26日に、一旦天ヶ崎に兵を進め17カ所へ戻った。一方、正長は、摂津国人の大半が、長兄方となっているため山城から摂津への進行が、できず、迂回して、丹波を通り、桑田軍から、 摂津北部へ侵入、稲川流域を南下して、川辺軍の塩川城、市古城、山下城で兵を増やし、1月24日により、南の池田城を攻撃、板道川沖の支援を受けて17箇所へ迫った。しかし長慶は3月1日に、江波城の西側に位置する、摂津中島城に兵を送り、正永派の細川遥方、 細川政権の孫がいる堀城と江波城の中間の国島城を攻めさせ、救援に来た正永を破り国島城も落として江波城に追った。正永は近沖の巨城伊丹城に退却、長慶は江波城の包囲を続けたが、堅牢で、兵牢も豊富にある江波城は包囲を持ちこたえ、四月になっても落城する気配がなかった。四月初め、晴本は、 大宮で無期六角貞頼と結び決軍への援軍派遣を取り付けると、政長と同じ道を通り、丹波から北、摂津、稲川へと進軍。4月26日に、塩川城に入ると、28日に、向こう軍に出兵して、西宮一帯に放火し、後方閣乱した。翌29日には、伊丹城の政長、近沖軍も城から撃って出て、天ヶ崎にて、放火。 五月一日には、富松城も攻めたが落城させることはできず退却した。春元の狙いは、小清水城と中島城の三好軍を分断し、江波城にいた正勝を援護することだった。後世に出た春元は、五月二日に、三宅城の首相、香西元成に命じ、味方の六角軍の来園に備えて、芥川山城を攻めさせた。この城は、 摂津北東に位置する城で山城と摂津の国境付近にある重要拠点でもあり、城主の芥田川孫十郎が長兄に組みしていたため、正長と春元は迂回行軍するしかなかったのである。しかし、香西元成の軍勢が総持寺の西河原で三好町一の軍勢に阻止されると、今度は五月五日に、正長が伊丹城から三宅城へ入城。 5月28日には春本自身が潮川町から三宅城に入って正長を講演した。ここまでの経過で春本軍は摂津の城を点々としながら戦場へ接近したが単独で三好軍に挑めないためゲリラで三好軍を牽制しながら六角軍の来園を待つ姿勢をとっていた。一方の三好軍はゲリラを気にせず17箇所近辺を平定しつつ 江波城を包囲していたが、城方が用意を整えていたため5月の時点でも落とせず、両軍ともに決め手がなく長期化していった。6月になると戦況に変化が起こった。6月11日に、政長が三宅城を出て、江口城に入ったのである。江口城は、北中島の東北端に位置し、中島城と国島城の北東及び、江波城の北、 宮城城の南にも位置する重要拠点で、淀川と神崎川によって三方を囲まれた要害の地だった。正長の出兵目的は、この江口城で中島城と江波城の中間に立ち、三好軍の妨害を図り、合わせて宮城城と江波城の通路を確保して、大江からの六角定頼りの援軍を待ち、長兄と相対することだった。だが、江口城には、 致命的な弱点があった。北、東、南は川に囲まれた要害であるが、水路を封鎖されると逆に逃げ出せなくなるという地理的欠点もあったのである。長兄はすかさず、江口城を包囲してその領土を立ち、かつ、江口城と三宅城で支援する細川軍との連絡を遮断するため、弟の畑冬、安氏と道後一存らの別隊を、江口城北側に派遣。 関崎川の支流別府が赤藩の別府村、摂津市に布陣させ、宮城城と江口城の連絡と退路を遮断して、江口城を孤立させた。先端は6月12日に開かれた。大海から派せつけた、正長法の大海浅妻城主、新城直茂が、江口で戦死したが、正長と春本らは、六角軍の来園を期待して、主勢を通した。 六角貞よりはさらに造兵を決定。この吉方に率いられた大見国一万は、6月24日に、山城と接津の国境付近の山崎、山崎から江口城までは、半日の皇帝に到着する見通しとなった。足利清機には、川船を止めて大見のせいもこうず、門ともせぬ人を待つかな、という、この間の正長の和歌を載せているが、 マサナガのこうした器具を長慶は見逃さなかった。二十四日、六角軍が江口城に到着する直前を捉え、長慶は東郷一存と東西から江口城のマサナガを吸収した。すでに長陣で疲弊していたマサナガ軍は江口城を支えることができず、マサナガをはじめ高畑幼を平井新左衛門、大玄介、 大壁左衛門の城ら800人ほどが討ち死にした。一説に、正長は、淀川を南へ寄り江波城に避難しようとして、淀川で水死したとも言われている。江口城における、清長の戦死により、正長を支援すべく、三宅城にいた春元は、丹波を経由して、翌25日に戦わずして帰京したものの、長慶の追撃を恐れ、前将軍、足利義春。 十三代将軍、足利義輝不知ら折って大江の坂本まで避難した。これに随行した、細川春方と細川元常の両国の泉は、老せずして、長慶の支柱に落ちた。また、正勝は、江波城を放棄し河原林城まで撤退、残った藩城慶派の伊丹近沖は、巨城伊丹城を、三好軍に包囲され、翌天文十九年、1550年3月に、 和睦したため、長慶は、摂津の平定も果たした。正長と連携して、春元政権を支えていた、茨城長隆も、正長の死に伴って没落するが、その後、長慶、細川氏綱方へ基準し、武行人となった。勝利した長慶は氏綱を伴い7月9日に、上落、事実状況を手中に収めた。しかし、春元、吉春らは、 坂本と京都東山を根城として、長慶に抵抗。正勝と、香西元成らも、春本と合流して、京都への出兵を繰り返し、長慶も、春本らの迎撃及び彼らに抗応した外敵の討伐に当たった。以後数年間の長慶は、山城と摂津を中心に戦闘を繰り返していくことになる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。